前回の動画は高圧洗浄機を使わない駐車場のコンクリート汚れの落とし方ということでたくさん再生いただき高評価コメントをいただきましたありがとうございますコメントの中にはこんな方法もあるよってコメントがいくつかありましたので今回はその方法も踏まえた駐車場コンクリートの汚れ落としし選手権を開催します駐車場の汚れを放置しておくと家の外観も暗くなりますからね この動画をを見て、て駐車場をきれれいいいにしていただければと思います。この動画の目次です1コメントと使用洗剤の紹介2検証3まとめ1の中でうちもこの方法で掃除してるっていうのは出てくるでしょうかまた2の検証を踏まえて3のまとめではおすすめの方法も決定します是非最後まで動画をお楽しみください1コメントと使用洗剤の紹介 全部で5つありますので順番に紹介していきます。エントリーナンバー1クリームクレンザーコメントを紹介します。クリームクレンザーが一番よろしいかと思います。特にジフの黄色い入れ物のクレンザーです。ということで確かにクリームクレンザーって研磨剤だから汚れを落としそうなイメージですね。しかもジフについて調べると含まれる研磨剤は傷つけにくいらしいです。これは期待できますね。 近所のお店に行ったらコメントで推奨いただいた黄色いジフがなかったので緑のジフを使用します。エントリーナンバー2キッチンハイターコメントを紹介します排水に問題がなければキッチンハイターを薄めて巻くのがコスパいいですね2倍から3倍で12分5倍くらいでもいいのかなということですキッチン用洗剤で駐車場の汚れが落ちるのかここがポイントですねとても楽しみです今回は2倍から3倍で12分 5倍でもいいのかなということなので、間の4倍希釈で実施します。エントリーナンバー3、オキシクリーン。コメントを紹介します。カタン酸ナトリウムが有効であれば、オキシクリーン、US 版系のものも有効そうですね。このコメントでは、検証を期待されてる気がしたので、その通り、検証してみます。ところで、オキシクリーンって一家に1本ありませんか洗濯機のオキシ漬けとか、よく動画で見ますよね。 うちはよく消費するので定期的にアマゾンで大きな商品を購入していますこれはアメリカ版です調べてみたところアメリカ版には海面活性剤が入っていて日本版には入っていないそうですエントリーナンバー4重曹効果を比較するために前回動画で推奨した重曹も同時に使います重曹に比べて汚れが落ちやすいとかデッキブラシでこする感覚の違いもあるかもしれませんからね エントリーナンバー5洗濯用ハイターコメントを紹介します重曹より高くなるけど普通にワイドハイタープラスデッキブラシで落ちますコンクリの汚れ取り除草には洗濯用ハイターの5倍から6倍希釈液を上路で巻くという方法を実施していますこれだとこそらなくていい放置で完結非常に楽ですこれはいただいたコメントの中でも数少ない賛成の事例でした賛成と聞くとコンクリートが劣化しちゃうよう ってコメントが来そうですがこれはあくまで検証のため自己責任のもとでやります推奨されていた5倍希釈で検証してみます見検証ではやっていきます検証場所は前回の動画と隣のコンクリートです効果を確認できるように同じ程度の汚れがあるこの辺で実施していきます近くに寄ってみると黒ずみ汚れをはじめ汚れているのがわかります前回掃除したエリアと見比べると一目瞭然ですね このような感じで区分けしましたそして左側からエントリーナンバー順に並べて試していきます実はこれ左側からアルカリ性弱アルカリ性酸性という並びにしています使用道具は前回同様ヘッドが塩ビー製のデッキブラシです薬方も前回同様に二重往復して汚れがどうなるかを見ていきますそれぞれ水で薄めて準備が整いました 薄めた液を巻いた直後にデッキブラシで擦っていきます。まずはクリームクレンザーから。クリームクレンザーを直接巻いていきます。水が足りないので伸びにくいです。なので少し水を足します。では2重往復擦っていきます。擦っている時は汚れが上に浮いていますが、汚れ自体はコンクリートから落ちている気がします。今回の検証では排水が外部に流出しないようにタオルで拭き取ります。お 汚れが落ちていますね。水で流しても汚れ落ちがわかります。次にキッチンハイターです。水溶液はこんな薄い黄色をしています。じゃーっと巻いて、擦っていきます。やっていてよく感じましたが、キッチンハイターは塩素系の匂いがきついです。これをもし駐車場全体に実施すると考えると強烈な匂いで近所迷惑にもなるなと感じました。ただ、汚れはしっかり落ちている気がします。 水で流してもこの通り。次にオキシクリーンです。水溶液はこんな白濁色って感じです。巻いていきます。20往復こすります。擦ってて重曹と同じ1リットルあたり 20g の使用量でしたが、重曹同様の汚れ落ち効果があるなと感じました。次に重曹です。水溶液は透明です。 重曹は前回動画で汚れ落ちすることを証明済みですので安心して擦っていきます想定通り汚れが落ちました次に洗濯用ハイターですこれだけ酸性の洗剤なので汚れ落ちに差があるのか気になるところですじゃーっと巻いてシュワッとしました他の洗剤もシュワッとしましたがシュワッとした度合いで言うと洗濯用ハイターが一番です 酸性でも擦っている感じは汚れ落ちの効果を感じますタオルで拭き取ります水を流しても汚れ落ちが分かりますさあ最後に全体をもう一度流します汚れ落ちの効果の差はあるでしょうか一度全体を水で流しました反射で見えにくいですがクレンザーには残留物が残ります何度か水で流す必要があるのでご注意ください流した直後はこんな感じです どれも汚れが落ちているのが分かりますね。さて、この余っている区画ですが、何に使うか分かりますかじゃじゃん高圧洗浄機を試します。前回の動画のサムネなんて、高圧洗浄機はもういらないって言ってるじゃねえか。気持ちは分かります。ただ、高圧洗浄機の比較も欲しいというコメントをいただいていたので、コメントを受けて購入しました。高圧洗浄機は、 よく見るケルヒャーではなく値段が安くコスパがいいというコメントをいただきましてボッシュの製品を購入しました。値段も安くて最大許容圧力も強く水道以外にも使えます。ただ、重さや消費電力は劣ります。プライムデーで購入したので1 8000円ぐらいでした。ちなみに今の値段は2万円になっています。実施前に高圧洗浄機について賛否のコメントをいただいていましたので紹介します。 否定的なご意見としては、出し入れの準備が面倒、泥水がお隣さんの家に飛ぶ、面の汚れを取るのには時間がかかる、コンクリートを傷める、レインコート必須、というご意見がありました。肯定的なご意見としては、ホームセンターでレンタルすればコスパよし、労力が少ない分高圧洗浄機が楽、他の掃除にも高圧洗浄機を使うし、結局高圧洗浄機の方がいい、という意見がありました。確かにどちらもおっしゃる通り。 それぞれの考えで高圧洗浄機か擦り掃除か選択してもらえばと思いますホームさあ検証に戻ります高圧洗浄機発射やはり勢いが強いです点で噴射するストレートを使うと時間がかかると思い回転噴射モードに切り替えますあっという間に汚れが落ちていきます 実際に使用してみて目に見えて汚れがどんどん落ちていくっていう気持ちよさもあるなぁと感じました乾燥後を比較してみるとどれも汚れが落ちているのがわかります追加検証洗濯用ハイターについてはこすらなくていいっていうコメントを頂い,いていましたのでそれぞれこすらないパターンも検証してみますこすらなくていいなら労力の削減につながってとってもいいですよね 効果に期待をしながら、それぞれの水溶液をかけていきます。クリームクレンザーは広がらないので、手作業で伸ばしておきます。さて、どうなるでしょうか巻いて30分後はこんな状態で、あまり効果はわかりません。次の日、水で流してみます。うーん、どうなんでしょう。左側は落ちている気がしますが、 右側3つはあまり効果がないように見えますわかりにくいので区画割りのテープを剥がしてみますどうでしょう汚れ落ちがわかりやすくなりましたこする場合は汚れ落ちに差はないようですがこすらない場合はクリームクレンザーとキッチンハイターに効果が少し見られました<は> 3. まとめこする時の汚れ落ちは同等だったということで このまとめでは別の視点も踏まえて私のおすすめ方法をお伝えします。こちらが今回の検証で使った洗剤たちの比較表です。途中で紹介した通り、左側2つはアルカリ性、オキシクリーン、重曹は弱アルカリ性、洗濯用ハイターは酸性です。そして成分には重曹以外に共通して海面活性剤が含まれています。 表の中段には私が購入した商品の値段と内容量を記載していますその下には視聴者の皆様からご紹介いただいた薄め方その下にはその薄め方で1リットル洗浄液を作成した場合の値段を記載しています重曹が圧倒的に安いですねさらに 前回動画で駐車場を1面洗うのに洗浄液を4リットル使用しましたので駐車場1面分の値段にすると4リットルということで4倍してこの通りとなりますオキシクリーンと重曹は100円以下で収まっててとても安価ですまた実践してみてクレンザーは残留物を流すのが面倒キッチンハイターは塩素臭がきつい洗濯用ハイターは金属などに悪影響が考えられるというデメリットがあるのが分かりました また海面活性剤は水中の生物により分解されるという記事も見つけましたが洗剤類がそのまま速攻を流れて川に流れるのはあまりいい感じはしないので排出先や排出水の処理も考えないといけませんとなってくるとやはり重曹がおすすめになります高圧洗浄機は確かに楽ではありましたがコメントで頂い,いていた 出し入れが面倒、水が飛ぶっていう意見を実際にやってみて感じました。それぞれメリット、デメリットがありますが、今回の動画、前回の動画を参考に、ご家庭の条件に合った掃除方法を試していただければと思います。ということで、今回の動画をまとめると、私の意見としては、体が動かせる方には重曹、ご年配など体を動かすのに苦労される方には高圧洗浄機をお勧めします。ただ、高圧洗浄機は、 準備片付けが面倒なのでその点はあらかじめご注意ください動画は以上です参考になった方は是非グッドボタンをこの観点が抜けてるよって方は是非コメントで教えてください高圧洗浄機の良さをもっと伝えろって方は高圧洗浄機を使った動画を現在鋭意作成中ですのでチャンネル登録をしてお待ちくださいこのチャンネルでは日常の DIY 動画をなるべく分かりやすく更新していますでは次の動画でお会いしましょうそれでは